駅集中管理システムとは一部の鉄道事業者が導入している無人駅、または駅員が常時対応していない駅の無人時間帯で自動券売機、自動改札機、自動生産機などを管理駅で遠隔管理、制御するシステムのことである。駅務自動化システム、無人駅システム、駅遠隔案内システムとも呼ばれる。 北総開発鉄道が1979年の開業当初から短期間駅集中管理システムの原型のような方法を導入していたが2000年代に名古屋鉄道が本格的なシステムを導入するまで採用歴のある鉄道事業者は同社の多数例のみであった交通輸送において自動車への依存度が高い名古屋県の中で 自社の持つ広範な営業線区には換算線区も多く、またこれらの多くは無人駅であるため、車掌の改札作業の負担やキセル乗車による減収などの問題を抱えていた。また人口減少などによる運賃収入の減少も見込まれ、一層の省力化も必要となるため、これらに対応すべく、北総鉄道のそれを発展させた駅集中管理システム導入が図られることになった。 同時にストアードフェアシステム SF パノラマカードも導入されることにより利用客へのサービス向上などの効果も期待されている。これらの導入により特別車における車内生産が2012年4月から廃止された。名鉄ではまず2000年5月に高架化された高横須賀駅に駅集中管理システムの試行導入を行い、翌2001年より各線へ 本格導入を進めた。最初の導入は、三河線の三河地流駅平戸橋駅間で、同区間はシステムを活用して、ワンマン運転に切り替えた。その後も小牧線、豊田線など路線単位での導入が進んだが、中には高架化や駅舎の改築などで先行導入された駅もあった。周辺駅に先立ち駅集中管理システムが先行導入された駅このシステムは、 機器の購入、設置と駅の部分改良が必要で、設備投資が高額になるため、名鉄は利用者が非常に少なく、かつ、市街地に位置しない駅は廃止とする方針を取った。このため、2005年1月29日に、名古屋本線の東笠松駅と広見線、学校前駅を、2006年12月16日に、西洋線の鎌谷駅、三河小木原駅、港湾線の向岡駅、 フット駅、微細線の八富口駅の K7 駅が廃止された。導入駅の駅舎例このシステムは、無人駅に自動券売機、自動改札機、自動生産機が設置されている他に、校内放送装置、モニタリングカメラやインターホンを備え付け、管理駅の駅員が、時期非費応用券の生産や問い合わせを受け付けることができる。何らかの原因で、 乗車券の時期が乱れるか抜けてしまったり、非時期券を持っている場合にはインターホンで管理駅の駅員及びインターホンのカメラ部分にその乗車券をかざすと遠隔操作で改札機が開放される。その際、乗車券は備え付けの回収箱に入れる。システム導入に伴い駅舎を改築した駅も多いが、そのほとんどは緑色の屋根に白と茶色の濃淡のタイルの壁面である。 また、車掌による車内検察や乗車券の発券作業や無人駅での改札作業が各駅に設置されたこれらの機器に置き換えられたことで、車掌の乗務が不要となり、ワンマン運転が可能となるほか、システム導入線区内の駅員配置駅を無人化、または特殊勤務駅にすることもできる。導入する自動改札機にストアードフェアシステム、 SF パノラマカード対応の機能を合わせ持たせることで、利用客は対応カードを持っていれば、乗車券を購入する必要がなくなる。名鉄ではこのシステムを2007年度までに全線に導入する予定であったが、計画を変更し、蒲郡線の全駅、広見線の4駅、並びに、美材線のヤト駅には導入しないことを正式に発表した。また、 モンキーパークモノレール線は導入されることなく、2008年12月28日付で、路線自体が廃止された。1時1分無事、簡単のみ駅員が配置される駅。に、2014年時点では、特殊勤務駅だったが、後に無人化された3、校内誘導の係員は、駅改札業務などは行わないため、無人駅扱いとなる4、東、名古屋港駅の改札処理を行う大駅。 中間改札口に導入後、先行導入時の管轄駅は、津島駅6、2020年5月23日より、当面の間は、終日無人駅となる。7、2021年2月1日より終日、無人駅となる。非導入路線、駅、編集友人駅への設置、編集友人駅でも、改札口を増設する際にこのシステムを導入する、例が時々見受けられる。 2020年現在の導入駅と改札口は以下の通り、その他、関西の私鉄各社にもスルっと関西加入をきっかけに、このようなシステムを導入した会社も多い。ありがとうございます。